るほど、さすがトンネル。山あいのトンネルが涼しいです。おお、こう見えるか。向こうが53です。国道ちゃうわ、県道53で、あの道を行くと、あの泥川温泉の手前の川井に出ます。またあの辺紅葉見たらいやな。出てから1時間で道の駅大戸を行けるな。13時26分です。向こう出たら確か12時37分8分やったな。1時間以内で来れるな。さあ、最高マイナス7度を確認した天辻、26度です。26度は涼しいです。前にあの二輪をよう抜か騒ぎやな。二輪の方は真ん中走ってるから。
ありがとう。LINE が入った。
んで帰ってきたら、彼女曰くこれを下地に向けて走れと。昔通ったことあるけどもな、どこや、ここか。こっから下市から169に乗れと、まあ13時38分、この辺はちょこっと走った記憶はある。電風が多いな。これあの吉野川の橋のところに出る道です。紅葉の時期きれいかわからんな。下市中に紅葉の13キロですわ。13キロやったらしょんべんしてる間に草木が生い茂ってるから景色がない。こんなとこにも家があるんやな。大変やろな、買い物とか行くの。立ってやら分からへんかったわ。思い出すというか、こんな道しか走ってないというか、街とかもこんな道やな。
白銀、白銀、こんなとこに家建てて。